はい、皆さんこんにちは。今回も献立作っていきたいと思います。さあ、月曜日です。さっぱり鶏肉のレモンバター炒め、そして副菜がカリカリベーコンとトマトのシーザーサラダ。火曜日、主菜麻婆豆腐、そしてたたききゅうりのツナ、塩昆布和え。そして水曜日、主菜キャベツとアサリのうま蒸し、そして副菜厚揚げとエリンギのバタポンホイル焼き。続いて木曜日、主菜豚こまとブロッコリーのガレマヨ炒め、そして副菜カニカマとザーサイキュウリの中華ポテサラ。金曜日、中華風チキンカレー、そして中華サラダです。今回ね、このキッチンで撮影する献立、実はこれが最後です。新しいキッチンで次からお届けしますんで、ぜひそちらもお楽しみに。ということで、じゃあ行ってみましょう。どうぞ。はい、じゃあ行きましょう。アスパラです。アスパラした部分ね、ピーラーでこうスーッと皮をね、剥いてってください。少しだけ下落としてあげて、あとは斜めに切っていきます。少しね、角度つけて切ってあげるといいと思います。斜めに切っていきます。でね、これもう半分にしました。半分を絞ります。ギュッと。残り半分、こっちはね、くし切りにしていきます。でもいい匂いだね。はい、トマトをヘタ取ります。じゃあこちらくし切りにします。はい、よいしょ。はい、続いてレタスです。レタスね、根元だけ落としてあげて、手で食べやすいサイズにちぎっていきましょう。はい、これぐらいかな。はい、続いてベーコンです。ベーコン1センチ幅に切っていきましょう。はい、切りました。はい、続いて鶏肉下処理していきます。塩コショウしましょう。はい、そしてお酒、全体よくなじませておきましょう。フライパンにオリーブオイル敷いて鶏肉焼いていきます。お肉ね、この皮がね、ついてる方を下にして焼いていってください。両面しっかり焼き色がつくまで焼いていきます。火加減は今中火ぐらいです。その間にベーコン焼いていきましょう。ベーコンは特に油引かないです。中火か弱火ぐらい、ゆっくりゆっくりね、鶏肉焼いてる横で丁寧に焼いていきましょう。色がついたらひっくり返していきます。ひっくり返したところでアスパラ入れていきます。はい、アスパラにね、火が入ってきました。少しね、最初炒めた時よりちょっとだけ縮んだかなぐらいかな。そしたらそこにバター加えていきます。バター、ほい、馴染んだところでレモン切る、先ほどのね、火を加えて、ほい、炒め合わせます。ソースが全体的によく馴染んだら、こちらは完成。だいぶいい感じにね、カリカリになりましたね。そしたらベーコンこちらで OK です。あとはね、サラダ盛り付けていきます。ほい、そして、まあ、レモン添えますんで、まあ、お好みで絞って、さらにレモンか足したくてもこれでいいんじゃないでしょうか。ということで完成です。ほい、続いてサラダです。サラダね、先ほど作ったカリカリベーコン添えましょう。もし皆さんクルトンとかあったらね、クルトンのっけてもいいかもね。ほい、で今回は市販のシーザードレッシング使ってます。で、チーズ、粉チーズね、こうやって入れまして、胡椒絞って、こちらをチーズサラダ完成。豆腐から3センチ幅ぐらい、お湯で茹でていきます。まあ、お湯で下茹でしていきます。ニラ切っていきます。ちょっと下だけ落として3センチ幅ぐらい、はい、3等分ぐらいしました。玉ねぎみじん切りしていきます。みじん切りしていきます。
はい、続いてきゅうり、店長として袋に入れて叩いていきます。叩く向きはきゅうりに対してまっすぐ、ね、大きいのは自分の手でポキッと持ってあげる。はい、OK。 はい、そしたらひき肉に塩コショウしましょう。はい、そしてお酒で全体よくなじませておきます。フライパン、ちょっと深いやつ使ってます。ごま油、にんにく炒めていきましょう。香りを出して油にね、香りを移していきましょうね。豆板醤入れます。豆板醤ね、しっかりこう油で最初炒めてあげてください。すごくね、油と相性いいです。はい、で馴染んだところでひき肉入れていきます。しっかりね、火が入ってお肉が白くなるまで炒めてください。しっかりね、火が入ったと思います。はい、そしたらそこに味噌入れていきます。味噌入れて炒め合わせていきましょう。お水入れます。鶏ガラ、お酢、お砂糖、お醤油、そして最後お酒入れるんですが、紹興酒あれば紹興酒、なければ普通の酒で大丈夫です。このまま火を入れていきます。そしてここで豆腐入れていきます。まあ木綿でもいいですよ、どっちでもお好きな方を入れてください。今回絹なので、ね、ちょっと崩れやすいです、なので気をつけてください。でそこにネギ、で、そしてニラ、はい、でふつふつして沸いたら水溶き片栗粉を入れていきます。でね、少量ずつぐるっと回して入れて全体をよくなじませて、でもう一回加熱、ふつしたら完成です。はい、そしたら先ほど叩いたきゅうりに入れていきます。この袋のまま作っちゃいましょう。調味料を加えていきます。ごま油、塩昆布入れて、お醤油、そしてお酢、その中油ちょっと切ってもいいです。なのでまあいいか、もう見ちゃおうか、お好みかな。よいしょ、このまま中入れていきます。ほんでちょっと揉む。はい、こちらで完成、盛り付けます。ドラボイ完成。はい、盛り付けましょう。はい、こちらで完成。はい、じゃあキャベツから切っていきます。ザクッと芯だけ落としちゃいましょうか。外の葉の部分のちょっと硬いところ、ここだけはちょっと落としてみましょう。 3,4 センチぐらいの食べやすいサイズに切っていきましょう。半分にして、まあ3等分ぐらいかな。はい、こんな感じ。おい、続いてニンニク、さっきと一緒で芯取って、はい、続いてエリンギです。まあ、包丁で切ってもいいしね、手で裂いてもいいし、その辺お任せします。厚揚げはね、個人的に結構手でちぎるのをおすすめしてます。断面積がね、こう綺麗になってない方が結構タレ絡んだりするので、トースターで焼いていきます。具材並べて、あとはもうね、入れて焼くだけです。簡単。エリンギ並べて、はい、で全体的に塩コショウ、はい、そしてコーンも忘れずにね、はい、両方のね、こっち側高さをちょっと上げて包んでいきます。でグッとこちら側もね、グッとこうやって包んで、すごい大きくなっちゃう、不安なので二重にしましょう。その中にポン酢入れました。
140度10分ぐらいとりあえずいってみます。はい、そしたらね、フライパンにオリーブオイル入れてニンニクの香りをまず出していきましょう。香り出てきたところでキャベツ入れていきます。全部入るかな、これ崩しながら入れましょう。はい、入りました。はい、そしたらお酒入れます。ぐるっと蓋をします。で、5、6分ほど加熱していきましょう。火加減は弱めの中火ぐらいです。はい、うん、いい感じですね。はい、そしたらアサリ加えます。アサリ洗ってあります、これね。洗って砂抜きしたアサリです。そしてね、アサリを入れてちょっとだけお酒足しましょう。はい、さらに蓋して蒸していきます。アサリ口が開いたら完成です。こちらチンできました。うん、いい感じ。よいしょ、 OK だ。 OK、 はい、こちらで完成。ほい、そしたら蓋開けます。よし、いい感じにアサリ入ってますね、口ね。じゃあ盛り付けていきましょう。ほい、そして最後ちょっとお塩、全体的にお塩ね。こちらで完成。じゃあ野菜から切っていきます。ブロッコリーね、小房にしていきましょう。ちょっと大きいやつは半分とかにしていきましょう、ね、半分にして大きいね。続いて白髪ネギです。半分にします。途中まで切る、半分真ん中ぐらいね。そうすると中のこの芯の部分取れます。そしたら重ねちゃう。白髪ネギ、これ水にさらしておきましょう。緑の部分もったいないんで炒め物に入れちゃおうかな。はい、続いてきゅうりです。きゅうり天ちょっとしました。薄く輪切りにしていきます。ポテサラに入ってやったからね、僕はちょっとだけサイズ厚めに切ってるというか、この辺のサイズはお任せします。はい、そしてこしを振ります。混ぜる前にね、一回あの水分取ってあげましょう。とりあえずこのまま置いておいたら塩もみ状態になるかな。じゃがいも皮むいていきましょう。大きな芽とかを取りましょうか。先に切っておきましょう。ちっちゃくした方がね、火が入りやすくなるんでね。はい、こんな感じかな。大さじ2ぐらいかな。お水を入れてラップをして加熱していきます。豚肉です。塩コショウしましょう。ポリ袋に入れていきます。その中にお酒、お醤油を煮込んで味をなじませましょう。で、なじんだところで片栗粉を入れていきます。片栗粉もよく揉み込む。はい、こちらでちょっとお肉を煮ましておきましょう。で、フライパンにブロッコリー入れます。お水入れて、で、塩を振ります。蓋をして蒸していきましょう。水分もね、ある程度飛びました。ブロッコリーもしっかり蒸されてるね。器に出していきましょう。はい、器に出しました。フライパンちょっと汚れてたら軽く拭いてあげて、じゃあ油敷きます。サラダ油、豚肉入れていきましょう。はい、で、これね、必ずほぐしてあげてください。先ほど余ったネギの内側ね、入れて調味料加えていきます。マヨネーズ、ニンニク、お醤油、
はい、全体よく混ぜていきましょう。全体よく馴染んだところでブロッコリー戻し入れる。よいしょ。そして最後ね、ちょっとだけ塩、胡椒多くてもいいかな。胡椒。よし。で、馴染ませてこちら完成。結局じゃがいもこれ8分加熱しました。ボウルで加熱しているのでちょっと水分出てると思います。なので水分しっかり拭き取りましょう。フォークとかマッシャーとかでじゃがいもを潰していってください。ずっと細かいのが好きな方もいらっしゃるよね。その辺はちょっとお任せしますが、ちょっと僕は食感が残るぐらいに仕上げたいと思います。はい、調味料加えていきます。ごま油、お醤油、オイスターソース、そしてごま、全体なじませましょう。マヨ大さじ2入れます。で、さらに混ぜていきます。ペーパーでキュウリ汁気取りましょう。ちょっと押さえつけるようにね、ギュッギュッと。そしたら入れちゃう。ザーサイ加えて、カニカマ手でちぎります。全体よく混ぜ混ぜて、こちらは完成。そして最後ブラックペッパー、そしたら盛り付けていきます。よいしょ、美味しそうだね。完成。ボン、水分取った白髪ネギジャジャッと乗っけてあげて完成。野菜から切っていきます。玉ねぎ4等分にしましょう。で、繊維を断つようにね、切ります。で、2センチぐらいザクザクザク。ほい、ピーマンです。ピーマンね、種を除いてます。で、まあ、食べやすいサイズに乱切りしていきます。ザクザク。パプリカも一緒に乱切り、ピーマンと同じぐらいのサイズがいいかな。はい、続いて生姜です。生姜、皮むきました。みじん切りしていきます。続いてニンニクです。ニンニクをみじん切りしましょう。はい、続いてサラダの方のパプリカです。薄く切っていってください。サラダにね、混ぜ込みますんで薄い方が食べやすいと思います。長ネギは斜めに薄く切っていきます。あとはね、手で切っちゃいましょう。芯だけね、覗いてあげて食べやすいように手でちぎります。サラダになりますんでね。はい、こんな感じ。続いてお肉の下処理していきます。お肉ね、塩コショウします。そしてお酒、よく全体なじませておきましょう。フライパンにごま油、カレーグツグツこの中でやるのでちょっと深いやつにしてます。温まってきたらお肉はね、皮がある方下ね、ポンとおいで焼いてってください。これそしたらひっくり返します。焼き色ついてきたね。鶏肉にね、火が入ってきました。一回取り出します。フライパンに、ね、ごま油入れて、ニンニクと生姜を炒めていきます。今回生姜たっぷりでございます。美味しいよね。夏はね、ちょっとこれからもつきますけど、ニンニク生姜効いたカレー美味しいよね。やっぱ好きですよ。さあ、香り出していきます。しっかりね、ニンニクと生姜の香りがしてきたら玉ねぎ入れます。で、玉ねぎはね、透き通ってくるまで加熱していきます。はい、玉ねぎに火が入ってきました。そしてパプリカ、ピーマン、黄色あってもいいね。黄色あったら入れちゃっていいんじゃないですか。黄色パプリカも色が綺麗。はい、野菜に火が入ったところで鶏肉戻し入れます。
調味料入れていきます。お水、鶏ガラスープの素、カレー粉、そしてお塩、オイスターソース。ここでね、蓋をして弱火で15分加熱していきます。サラダ仕上げていっちゃいましょう。ボウルにポン酢入れて、ごま油、お砂糖で、ごま、そこに野菜全部入れていきます。海苔、普通の家にあるこう焼き海苔、手でちぎって入れてもいいと思います。こちらで完成。時間経ちました。ドーン、いい感じ。そしたら火止めます。でね、塩コショウで味整えましょう。しっかり水溶き片栗粉溶いてから入れるね。で、火を消して周りからゆっくりぐるっと入れて、ここでね、しっかり全体をなじませる。はい、そしたらもう一回加熱、ふつふつするぐらいでね、いいと思います。そしたらしっかり最後のとろみがつきます。香り付けのごま油ひと回しして完成。よし、盛り付けましょう。よいしょ。はい、美味しそう。はい、出来上がり、カレー。よし、召し上がれ。お好みでラー油とかね、最後ぐるっと回しかけてもより美味しく食べれるんじゃないかと思います。ほい、こちらで完成、中華サラダの出来上がり。いかがでしたでしょうか。皆さんの献立作りにね、ぜひ参考になれば嬉しいです。それじゃあまたね、バイバイ。